久保さん。まあ、大体、あの、効率を考えてる人って、あのー、非効率ですよね。<laughs> 大体ね。まあ、全員ではないですけど。だって、そもそも、やったことがないことを効率化するって、難しいと思うんですよ。本当の効率化っていうのは、あのー、ルーティンになって、もう当たり前のごとくできるようになった後に、じゃあ、それをどう効率化するか。もう、やれてることに対して、時間分配どうしていくのかとかね。 なんかあの、なんだ、スケジューリングだとか、あとはもっと早くするためにはどうすればいいのかとかね。だから今できる、できることに対しての効率化は、ああ、ありだと思うんですけど、まだやったことがない、知らない、稼いだことがない、その状態でどうやって逆に効率化できるのかっていうと、これね、難しいんですよね。だってやったことがないわけじゃないですか。例えば、まあ赤ちゃんの事例は、 事例にならなならいいかもしれないですけど赤ちゃんが日本語を覚える上で効率化を考えたかっていうと絶対考えてないですよね100%考えてないですよ言われたこととかなんかなんか,なんかとりあえずできることを喋ってみるみたいな喋れそうなものを喋ってみるとなんかそのなんだこのこの単語は喋れるんだけどこの単語は喋れないみたいなねなんかあのしゃだけど喋れるやつは喋るっていう 多分そういう感じだったと思うんですよね。喋れることから喋ってみるみたいな。で、それの積み上げで喋れなかったことも喋れるようになる。言えなかった単語も言えるようになるっていうね。うん、まあそんな感じだと思うんですけどね。うん。だからやったことがないことに対して効率を求めるっていうのは、僕はね、ナンセンスだと思いますね。うん。だからまあ一番の効率っていうのは何かっていうと、今日やる以外ないですね。 今日何かをやったのか、新しいことをやったのか、何か今日変化をしたのか、何か今日違うアグレッシブなことをしたのか、何か違うとこ行ってみたのか、違うものを食べてみたのか、何か違う挑戦してみたのか、違う道を歩いてみたのかとうん、走ってみたのかとか、ウォーキングしてみたのかとか、何か本当に些細なことでいいと思うんですけど、何かそういうその変化の積み上げが一番大事なんじゃないかなと思うんですよね。 うんでも効率を求めてる人って全く変化してないですよ。なぜならばずっと効率求めてるという変化しないだからずっと儲かる方法を探してるという変化しないままですよね。何も変化してない。もう毎日メールチェックしてなんか儲かる方法ないかな、みたいな。そう、僕のお客さんで10年ぐらいノウハウコレクターの人いたんですけど、まあ日常のルーティーンが、あ、それ言ってた、音声対談も撮りましたけど言ってたのが、なんかメルマガを見てて儲かった気になってるみたいな。 なメルマガを見て勉強した気になってるみたいだね。<laughs> なんかネットビジネスやってるぞ。メルマガチェックがネットビジネスやってるぞみたいになってるみたいだね。なんかそんなこと言ってましたね。うん。ま、結局その方は、あの、今動画はもう1000本超えましたし、ま、あ実際に月収100万1回ですけど、突破しました。うん。そう。だから LINE も今何百人 多分ね、まぁ、あ、ちょっと最近聞いてないんですけど、多分 LINE も結構何百人いってると思いますよ。で、回ってる動画でももう6000回とか回り始めてるやつもありますし、確か。確かね、一番回ってるのどれだっけな。結構ね、回ってるんですよ。でも一番最初やってた時って、あれですよ。全然回ってないですからね。10とかですよ。えー、っと、 今一番回ってるのが8000回ですね。8000回、7000回、6500円、6500、5400、5400、5100、4500、3900、3800、3700、3400、3200、3100、2900、2900、2800、2800、2650,2539、2517、2418 25、2410 24って感じで、 うーん。しかもね、これね、僕がね、こういう風に動画撮りましょうって言ったやつなんですよ。まあ、相場解説みたいな、相場のやつなんですけど、こうコマ40秒とかね。8000回回ってるやつはコマ40秒ですね。で、7000回回ってるのはコマ26秒です。で、6500回回ってるのがコマ24秒です。5400回回ってるのがコマ27秒。5400回回ってるのが30秒。えー、5100回回ってるのが17秒。 3,900回回ってるのが16秒。<laughs> 3,200回回ってるのが14秒。あ、13秒もありましたね。3,400回。え、13秒す。できません <laughs> でも最初この動画をアップロードした時って、今ね、8,000回とかこ3,000回とか回ってますけど、一番最初アップした時十10回も回ってなかったですからね。うん。だから結局、これでしか僕はないと思いますけどね。うん。そう。 毎日やっぱ動画アップしてますね。毎日、毎日動画アップしてますね。素晴らしい。よかった。うん。毎日動画アップしてますね。<laughs> うん。そう。うん。そんな感じですよ。本当に。<laughs> 結局、あのー、やらないと何も始まらないですよ、今日。 13秒の動画、撮りましょうよ。<laughs> 13秒の変化でいいんですよ。13秒すら変化できないやつが、80年の人生の変化ができるわけないじゃないですか。考えてほしいんですけど。<laughs> 今日の13秒も変化できない人間か。<laughs> 80年の人生の大きな変革、できるわけないじゃないですか。人生なんか変えられないですよ。13秒も変えられないんだったら。人生っていうのは何ですか時間です。 でそ,うそうですよね。いろんな概念とかいろんな意味付けありますけど、人生って時間じゃないですか。生きてる時間ですよね。その生きてる時間に何をするかじゃないですか。つまり、生きてる時間、限られた時間の中でどんな、えー、変化した時間を過ごすのかじゃないですか、うん。それしかないですもん。うん、道はね。はい。いってらっしゃい。